メクロン級、スループ単装砲を背負い式に2機配置。2番手法の基部から甲板1段分上がって、日本海軍の薄着型駆逐艦に似た形状の頂上部に即居技を乗せた等型環境が立ち、その背後には簡素な三脚式の前、小柱が1機立つ。船体中央部に細身の一本煙突が立ち、煙突の側面部は関西艇搭載スペースとし、 煙突後方両弦には、旋回式連装水上魚雷発射艦を、各一機配置していた。5甲板上には簡素な三脚式のミズンが立ち、後部12センチメートル手法が後ろ向きに背負い式で2基配置された。他に、日本製のシャム国海軍水上偵察機1機の搭載が可能であった。一番艦メクロンは、第二次世界大戦後、魚雷発射艦を撤去して、 対空火器を増強した。日本の裏画像戦所でメクロンとして1937年竣工。1973年除籍後、展示保存。日本の裏画像戦所でターチンとして1937年竣工。1945年6月1日にサタヒップにて連合軍の航空攻撃により大破。1945年10月24日に解体処分。 AB 世界の感染1982年11月号 P51P102 ありがとうございます。